こちらね、新天町っていうね、あの商店街、博多ね、天神ですよ。ちょっとね、前から来るお客さんがおるんで、ね、あんまりこう上を向けて撮ってます。お顔映ったらあかんので、ちょっとこれでちょっとこうしますね。こんな感じ。なんかこれね、あのビルの、あの建物、ビル、建物の中にある商店街かなと思ったら違うんですね。ちゃんと商店街、ちゃんと商店街でおかしいかになってるんですよ。ここにまたね、いい飲み屋があるらしいんですよね。この商店街どこにあるんですか。うわ、この商店街の中にこのいい飲み屋があるらしいですよ。楽しみですね。これがね、新天町のメインですね。時計台になってますね。綺麗、もうここ綺麗、博多ってすっごい綺麗とこ多い。こんなになんか素晴らしいね。まあこれ、アップはね、正月以降になっちゃうんですけど、でもこれクリスマスで、すごいとこです。綺麗です。山寺です。こんにちは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 。視聴者さんのホッシーです。はい、ホッシーさんです。はい。で、YouTuberのユージさんです。で、山寺です。今からこの三好の食堂さんで、ね、ちょっと食べたいと思います。ホッシーさんの紹介でね、900円ベロができるとちょっと楽しみなんですけど、1000円割切る、切る、ちょっとなかなかないと思います。はい、おすすめです。です。ということで、今から入ります。では、行ってきます。行ってみよう。行ってみよう。今ね、三好の食堂さんに行きました。ユージさんとね、はい、やってきてます。ありがとうございます。ここはね、すごくてね、ちょい飲みセットっていうのがね、900円であってね、飲み物がなんか選べて、あと唐揚げもなんか選べるんですよね、つくねとかね。で、あともう一品選べて900円。安いね。安いっすよね。900ベロですよ、ね、900ベロ初めてです、ね、そうなんです。びっくりしました。ほんでハイボールがね、またね、これね、ワンプッシュでもツープッシュでも同じ値段っていうね。飲みたい方はツープッシュ、ツープッシュ濃いめで行った方がいいと思いますよ。どうすんだったらね、ツープッシュ行った方がいいと思います。今日はホッシーさんのね、お店、ホッシーさんに教えていただきました。ホッシーさん、ホッシーさん、どうぞ。ホッシーです。ホッシーさん、ありがとうございます。ホッシーさんにね、視聴者さんのホッシーさんに教えていただきました。ちょっとね、カメラの範囲が狭くてごめんなさいね。ありがとうございます。ぜひぜひね、ぜひぜひいい店を紹介していただければ。ありがとうございます。もうホッシーさんね、ありがとうございます。ということでね、まだちょっと商品は届いてませんけども、届き次第これから飲んでいきたいと思います。いただきたいと思いますけども、ユージさんと飲んでます。はい、僕はレモンサワーです。レモンサワー。そしてホッシーさんは、はい、お疲れです。ありがとうございます。楽しいお酒です。今日は楽しいお酒です。うまい。最高。うまい。おいしい。美味しいですね。美味しいですね。いい酒はやっぱ美味しいですね。こういういい仲間と飲むっていうのは最高の、ね、時間ですわ。本当に間違いないですよ。うん、これね、すっごくね、見てください。これもうと、うわ、唐揚げうまそうに上がってますよ。美味しそう。これ美味しそう。もう早くできんかな。すごいね、美味しそうに上がっております。今揚げております。うわ、これもうほんま食べたいわ。早く食べたい。これ揚げ物ね、やばいでしょ。こちらがですね、900円のちょい飲みセットです。選べるんですけど、これ私選んだポテトサラダね、なんか具沢山で美味しそうでしょ、見た感じで。あとね、つくねとどぼ漬けの鶏、味付けがね、甘辛らしいんですよ。で、この鶏が、佐賀県の三ツ瀬鶏有名らしいんですよ。僕はちょっと分かんないですけども、この佐賀県の三ツ瀬鶏、ホッシーさんがね、佐賀県の三ツ瀬鶏を使っているというこだわりの鶏らしいです。僕はあんまり詳しくわからないんですけどね、でもきっと美味しいんでしょうね。おい、絶対これもう、この鶏のちょっとやばいっしょ。ちょっとつくねから行きたいとこやけど、この鶏ね、うわうわうわ、ちょっとこの甘辛そうな、もうタレ見てるだけでやばいです。美味しそう。美味しそう。いただきます。これがね、佐賀県の三ツ瀬鶏、タレね、秘伝のタレにドボッとつけたやつ、美味しいと思います。いただきます。あー、うまっ。めっちゃ美味しい。これ美味しいですか。うん、すごい、甘辛のタレでね。はいはい、鶏もジューシー。でもね、
なんか噛んだ感じしっかりした鶏でべちゃっとしないというかね、歯応えがある。そうなんですよ。だから地鶏のなんかすごい美味しいやつですわ、これは。やばい、うますぎます。こちらですね、ポテトサラダ。これポテトサラダもねすごい量が多いんですよ。ボリューミーですよね。うわこれ、うわな、これ玉ねぎかな、キャベツかな、なんかちょっと何具だくさんです。とにかくいただいてみます。ポテトサラダです。ポテサラ、うまい。これ山寺の好きなね、あの玉ねぎかな、よく入ってますわ。うまっ、おいしいわ、おいしいわ、星さん、うまい、うん、うまい。つくね、つくね、うまそう。これいただきます。すいません、そんなん食べきらん。つくね、うまそう。つくね、やっぱ九州は鶏がおいしいんですよ。もう佐賀県の有名な鶏ですからね。じゃん、バンバ食べますよ。これ相当おいしい。おいしいですか、うん、じゃあいただきます、うん、めっちゃおいしい、これね。やばいっすね、うん、外はねちょっとパリッ、ね、うん、なんかパリッとした感じの、うん、中もめちゃくちゃジューシーっていうか、うん、もうふわっとして、めちゃめちゃおいしい、ふわっとしてめちゃくちゃおいしい、うん、これはかなりおいしい。中がパリッて、中がふわ、もうめっちゃおいしい、うん、うわ、お酒がいけます。これはもうレモンジューハイでいただきます。最高ですね、これ。うまいっすね、これ。やばい。いや、もう美味しいとこ教えてもらいましたね。まあ嬉しい。ここのつくねも美味しい。もう美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。赤星の星を取って。もう相当美味しいですよ、これ本当に。三好の食堂さん、最高。うん、うまい。美味しいですね。うん。うまい。お店のね、雰囲気はこんな感じになっています。カウンターだけでね。カウンターだけで、厨房囲ってて、すっごいね雰囲気もいいしね、清潔感があるんですよ。こちらね、鶏、やっぱり九州は鶏がうまいわ、これ間違いないです。皆さんもしよかったらね、九州に来られた時は天神にある三好の食堂さん来てみてください。間違いないです、おすすめします。お得、ちょいお得情報なんですけども、900円のセットを注文してちょっともう一杯飲みたいなーっていう時ないですか、皆さん。ない、ありないですか。僕はあるんですね。で、普通だったらこのレモンサワーね、単品で頼むと400円なんですけど、2杯目に限り、2杯目ですね、900円のちょい飲みセット頼んだ人、2杯目に限り300円です。300円、注文しましたよ。なんかね、このレレレのレモンサワーが皆さんね結構ね、美味しそう飲んでるんで、僕はちょっと興味があったんで注文してました。どんなんやろ。あ、これ天然のねレモンがすっごいね効いて、パンチが効いてますわ。すごい酸味があって、すごいレモン感がすごいね、うん、あ、レレレね、レレレのレモンっていうぐらいで、本当にこれねすごいですわ。どういったらいいんかな、レモネードみたいな感じの酸っぱさがあって、これ美味しい。ほんでね、唐揚げも美味しかったんでちょっと別に注文したんですけどね、1個ね115円かな、2個頼んで230円だったんで追加した。基本の塩味にしてみました。塩味だってここの唐揚げめちゃくちゃ美味しいもん。うん、これ食べんとあかん。九州の唐揚げ美味しいよ。しかも佐賀県の有名なね、鶏、地鶏使ってる、三ツ瀬鶏でございますですね。それちょっと言えなかったんで、ちょっと言うてくれていただいてありがとうございます、はい、ほんまそれがめちゃくちゃ美味しいの、ね、星さんすごい、星さんすごいって自分で言うてあります。でも星さんすごい、ほんますごい、出会えてすごく嬉しい。僕のね視聴者さんなんですけども、星さん飲食店で働いてますよ。お店の名前言いませんけどね、飲食店で働いてるだけあって、やっぱりねこの、うん、味にねちゃんとね味を分かってありますね、はい、いいお店紹介してもらってね、ユージさんね、めちゃくちゃいいお店、そうですよね、最高ですわ、本当に今日はめちゃくちゃ嬉しいです。すごいいいお酒飲んでますよ、うん、
こちらですね、塩の唐揚げなんですけど、すごいね香りがいいんですよ。揚げたていただきましたよ。ちょっといただきます。塩唐揚げ揚げたて、わかりますわ。うまいですよね。うまい、うん、まあ、定番ではある塩唐揚げではあるんですけど、中までですよね、うんうんうん、中まで 塩のこの旨味、はい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 、染み込んでますわ。あ、これほんまになんか塩麹使ってるかもしれない、なんかちょっと分かりませんけど ね、 うん、あんま適当なこと言えませんけども、何より鶏が美味しいですよね。まあさすが佐賀県の三ツ瀬鶏を使っているんですね。その三ツ瀬が出ません、同じパターン使ってますね。佐賀県までしか出ませんけど、佐賀県の三ツ瀬鶏、うん、ぜひおすすめです。うまい。うん、あ、またこのレレレと合いますわ。最高ですね、うん、このジューシーなこの鶏のねジューシーな脂感をまたこのレモンサワーで流すみたいな感じで、すっきりですね。すっきりして美味しい。これはなんか塩麹とか使ってんじゃいます、企業秘密じゃなくて。使ってないの、オリジナルで下味つけて、はい、生姜が入ってた。あ、うん、でもねここまでこんな美味しい味作れるんですね、すごいですね。はい、うん、まあまあ、あるものを使ってるというね、うん、ただね、あの鶏の中までしっかり味が入ってるんですよね。やっぱそうですね、そういうことですわ。あの塩麹は使ってないらしいんですけども、でもしっかりとこの鶏の中までね味が、下味がついてるんで、これはかなりすごいです。美味しい、間違いない、うん、いいお店ですわ。いいお店に巡り合えてました。あ、レレレじゃない、ある意味酔っ払ってレレレのレみたいになる感じのかもしれませんね、ある意味ね。レって書いてレ、面白いですね、面白いですね。レレレでございます。レレ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 レ、僕らもヘベレ系のレやね、ヘベレ系のレ、レモン様のレレレレ、うまい、うん、ベロベロですわ。ちょっとね、ユージさんはまだなんか飲んでるは飲んでないか、まだちょっとなんかごちゃごちゃやってるんですけどね。もういいっす、もう僕山寺一人でもうエンディング撮ります。いつもで山寺の YouTube 見ていただいてる視聴者の方、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ酔っ払ってるんですけどね、なんかもう楽しかったし美味しかった。福岡最高ですね、博多最高、天神最高です。ということです、いつもね山寺の YouTube 見ていただいてる視聴者の方、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。では藤原って